5周年おめでとうございます。そして転校生の皆さん、5年間ご愛顧いただきありがとうございます。ナイツです。はい、ヤホーで調べてみました。月永レオ役、浅沼慎太郎です。瀬名泉役、伊藤雅美です。鳴上嵐役、北村亮です。はい、ということで3人なんですけれども、あれ、うん、そうだよ、え、3人しかいない。いやいや、分かんない見たら大体分かる。名演技、名演技俺の名演技返せ。楽屋でさ、3人しかメイクしてないの気づいてたし、ね、うん、3つしか椅子なかったじゃん。そうだね、うん、恥ずかしかったでしょ。そう、恥ずかしかった恥ずかしくないよ。惜しげもなくやりました。3人しかいないって言えって言われてるから。書いてあるからね偉いよ書いてあるもんだって、はい、なんかね、別の場所に。あ、そうなんだ。からそう、リッツとスオはいるらしいですよ。別の場所にね、あの寿司好きと、はい、肉好きを呼びましょうか、はい、それではチーム肉寿司、大輝入れよ。はい、というわけで佐久間律役の山下大輝です。同じくというわけで津尾司の中の人土田玲陽です。こんにちはっす。はい、2人はこっちからお送りします。というわけで今回は2チームに分かれてお送りしております。はい、チーム肉寿司に対して僕らなんですか、チーム舞台ですか。チーム舞台あーまあそうね、確かにね、チーム舞台、なんかね、まあ5周年ということで、ナイツのいろんな思い出を語れと。語れと。なるほど、はい、何が思い出なんでしょう ね思い出か。もうだってそれこそ6年くらい前に出会ってるわけでしょ、うん、いや、まあもともと俺とまさみはもう10年以上ね、うん、一緒にやってきましたけれども、うん、まあ、揃ってやったのはニコ生月スタが最初。5人揃ったのはそれかも。マジで。うん、そっか。周年イベントとかではちょっと1人足りなかったりとか。あれが最初？最初って何だったんだろう、全然覚えてないんだよね。結構だからいるから飯食ったりしてから。そうなんですよね。そう普通に飯食いたい。基本的にいつも一緒だから。だからどこが一番最初の5人揃ったとこなのかっていうのがすごいね、曖昧なんだよな。俺は後から入ってきたじゃない？うん、うん、戻ってきたリーダーとして、うんうん、いや、なんかこのゲームに新キャラとして出演することになりました。あ、まさみが出てるゲームですかと。あ、それは楽しいかもしれない、はい、つって、うん、いざ入ってみたらまさみのグループだった。りょうもいるし、ね、知り合いもそう、ね、だから俺はちょっとびっくりした。確かに、うん、なんか変にギクシャクした一瞬ね。一瞬ね。そうだって絶対違うチームだと思うじゃん。うん、うん、確かに。それはね、一番最初が歌だったんですよ。あ、そうだね。ファーストシングル。そうもっと言えば、その CD に入ってたドラマー CD からスタートで、うん、その後歌を取るって。でも僕も最初はそうでした、多分。あ、本当。そう、最初初めて撮った時にそのゲームのボイスとドラマー CD、うん、それのついてるやつの撮った時にまさみさんと一緒に撮ったんですよ。そう、その時確かに。ああ、そうだね。そこが初めましてだった。初めて、そう、撮りの時にですよね、多分。綺麗な顔やなと思ったでしょ。思ったでもなんかまさみさんの名前も知ってたから、うんうん、すごいなんか安心した記憶がある。あ、本当に。その声の仕事あんまりしてなかったから、その ほぼほぼ初めてでこうアンサンブルスターズ入って声取るって時にまさみさん一緒で、すげえなんかちょっとこう緊張が和らいだ記憶がある。舞台の人が俺だけじゃないんだってやっぱ思うよね。そう、うん、でこんだけ知り合いいるじゃないですか、うん、でファーストシングル出て、でそのお渡し会みたいなのがあって、うん、みんなでできるんだと思ったら誰もいやしねえ俺とアンデッドの博士薫同時に発売だった。ああ、そうか。博士薫役の、まあ、細貝圭も舞台俳優なので、うんうん、まあ、それはそれで安心したんですけど、一、うん、人かい俺と圭で2人だけで。ああ。そんなことがあったか。ありました、そんなこと。あと何ありました。年間だもんね。感謝祭のたんびになんかグループラインで、うん、こういう服にしないみたいな。そうな、ナイツってね、まあ、他のユニットがどうなのかわからないけど、うん、結構ライン稼働するんですよ。
グループラインが稼働して、でまあね、肉に連れてけ、そうそうそう、寿司に連れてけみたいなのも大概そこのそこで巻き起こるんですよね。そうそうね、うん、でレオくんがグループラインのやり取りツイッターにさらすからそうだよ、そうなんですよ。であいつが例えばなんかこれこうしませんかあれしませんか、うん、みたいなところ俺がはい却下却下つって割となんか俺はこう見ながら、うん、ああ瀬名暴れとるなで何でもいいよ、そうそう何でもいい、俺も割と何でもいいよ、うん、よかった全員でもその楽観的な人じゃなくてよかったなって思った、まあね、こういう人がいないとね、まさみさんみたいな人いてよかったなってそのグループラインの時にちょっと思ったいつもお世話になっております、ありがとうございます、やめてくださいね、あとはなんだろう、うん、まあ武道館はそれはね、まあ、印象深いけど、まあ、やっぱり最初のライブ単独ライブそう、うん、あれだって懐かしいね、ナイツだけじゃない、だけ、ね、だけでした、うん、過去ね、見ても新宿のライブハウスで、うんね、結構だからあの前通ると思い出すんですよ、ああ分かる、やったなここで分かると思って、うんうん、なんか深夜までそう ね、 ねやったね、うん、やったよまさみが盾つけてくれてね、あつけてくれてた、あまあうちの、まあ、俺もやったところもあるし、うん、そうそうそう、いや俺全然自分が悪いんだけどリハ中に手にひび入っちゃってあれそうだって嘘、そうそうそう、あえすごい天井の低いとこでアクションしててさ、うん、レオっぽくめっちゃ飛び跳ねてうわーってやったら思いっきりこう針の部分にガーンってやった子供だよもういったどうしようと思って、リアルレオだね、めっちゃここにひび入っちゃって、うわでここなんてさ指動かすと絶対痛いわけよ、うん、どうしようと思って、あのみんなさナイツってこう手袋みたいなするじゃん、うん、あーしてる、レオもしてるっつって、でテーピング巻いて、あそうだったんだ、そうだよ、うん、うわえ今知った、そういうこと言わないんだよね、言わないね、俺も初めて知った、うん、あの桑原さんにバラされた手を怪我している桑原 P ダンスを頑張ってくれてありがとうございます本当に、はい、思い出はつきませんな、そうですね、肉寿司はどうなのよ、ナイツの思い出といえば5周年だって、5周年ですよナイツとしてはね単独をね、いやそうですね、やらせていただいて、というか単独だけじゃなくてもナイツって結構いろいろと揃ってやらせていただいてますよね、そうだね、あれあの焼肉とか、いやいやそれはちょっとプライベートのやつ揃って焼肉では揃うけど今現在と来たら肉がないと揃わない、本当だよ浅沼さんしっかりしてよ頼むよ本当に、ね、ちゃんとお金出してくださいよ、ちゃんと会計の時は来てくださいね待ってますよお願いします、いやでもというのは冗談でね大阪とかも行きましたし、そうだね5人で行ったな、懐かしいね、単独ライブもあったり、うん、そうですね、で一番この5年の中で一番思い出深いのは、なんだろうそうですね、うん、やっぱスタステセカンドじゃないですかね、スタステセカンドか、武道館です、武道館、そうだねあったね、武道館に立つのってさちょっとなんか特別な感じで、そうですありましたありました、そうだよね、その前日もあの5人で焼肉を食べに行ったんですけど、行ったね、そう行かなかったらあのパフォーマンスはできなかった、ね、できなかったです、うん、でそれで焼肉屋さんまでちょっと距離があったんです、うん、で雨も降ってたんでタクシーで行きましょうってなったんですけど、ね、新太さんがあのや歩こうよって言い始めて、うん、でそうだね、そうです、で最終的に結局5人で歩くことになったって、うん、でもなんか楽しかったよね、楽しかったですね、あの道すがらなんか他愛のない話をずっとこうしながらね、新太さん方向音痴なんですけど、うん、方向音痴なのに歩きたがるって、そうなんですよ、そうなんですこれいや言うね、そう前歩きながらお店どこって言うからあなたについてってんのにみたいな、でももう雨の中歩くの嫌ですよって全員で言ってるじゃあ俺一人で歩くよみたいな感じ、いや一人で行ったら迷うでしょって言って寂しいでしょあとみたいな全員でちゃんと歩いて行ってそうね帰ってきて、そしてライブに挑みましたよ、うん、面白かったね、ライブもね、なんかライブならではというか武道館ならではのさやっぱこう
やりたいことをやらせてもらったよね。確かにいろいろこっちからもそうナイツとしてどういう風にパフォーマンスしたらみんなが喜んでくれるのかとか、なんだろうな、ナイツらしいパフォーマンスってなんだろうみたいなところをいろいろ考えて、うんね、みんなでね打ち合わせとかもたくさん重ねてやったね。いろいろ本当に夜中まで稽古してたよね。やってました。やったよね。振りこっちの方がナイツっぽいんじゃないか、キャラクターっぽいんじゃないか。あ、やったやった急に思い出したギュンってきた、ギュンってきたいやでもやったね、楽しかったよね。でも頑張りましたね。頑張ったよ。いやだからもうね、なんだろうな、一回きりにするのはもったいないぐらいなんかこう頑張ったなっていう思い出があるので、またね披露できる機会とかがあったらなんかパワーアップしたナイツを、ね、まあ、5人揃って5人揃ってお見せできたらいいなって。今回3人なので。そうなんでございます。私が出るパターンそうなんでございます。今回は成功、はい、きっとできるでしょう。お願いします。金が目的か会計の会計の時は来てくださいよじゃないよ。何を言うとんねんって。そうだよ、うん、違う、忙しいのはだってさ、むしろね、むしろ君でしょ、うん、君たちが忙しいでしょ、まあいい、うん、まあ、ねこっちもこっちもですよ。いやいやいや、その指の差し方何クロス舞台入るとさなかなか動けなくなるでしょ。いや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 、そんなことない。北村先生には分かんないです。やっぱ、うん、何なん何なんやめろもうこのや何のポーズなんだ。2人ペアルックなの、うん、何なの。ずっと気になってた。違うんだよ、バッグが白だから白着てきてはいけませんよって書いてあるでしょ。書いてあって、俺今日これだったんですよ。これこれで来ようとした結構だからもうこれがなんつうの、映像のさ加工みたいなした場合、うん、俺首だけ浮いとることになる。そうだよ、そうだよそうだから、いやお前書いてあったよっつったら、やべっつって、うん、普通にこれいきます、これいきますそうたらお揃いになっちゃう。お揃いになっちゃうんです何してくれてんのよ。でもほらここがほら北村、あ、そうね、そうちゃんと、ちゃんとね、ちゃんとそれポイントで、ね、揃えてよかった、よかった、うん、はい、はい、なんか思い出話は尽きないんですけれども、ですけれども、こっからはナイツの未来について話せと。はい、おお、未来、未来ね、うん、なんかやりたいことあります？ディナーショーなんてどうでしょう。あら、おしゃれ。あ、おしゃれ。まあちょっと見れる人数はちょっと少なくなっちゃうかもしれないけど、うん、なんかちょっとこうこういうとこでね、うん、はいはい、ドレスコードも決めて、うん、なんか転校生ちゃんたちはこうちょっとおしゃれして、なんかこうお姫様になってもらってとか、そうそうそう、ドレスみたいなの着てもらって、そうで、それで僕らはね、なんかこうステージもやるし、うん、こう回ってろうそくに火つけたり、あ、うん、ちょっとわかんない、俺ディナーショー、俺ちょっとわかんない、俺ディナーショー行ったことないから、あんま経験したことないからわかんない、水入れたりするか、そうそう、あって、水入れたりする、それボーイさんじゃない、それ違う、ボーイさんじゃない、それこうワインとかこうやって、ちょっと待って、キャンドルサービスはあれ結婚式、何わかんない、ちょっと結婚式とかもやるかな、うん、うん、ディナーショーもやる、ディナーショーもわかんない、や、まあ、やってもいいんじゃない、歌って練り歩く、そうね、うん、まあ、そういうイメージはあるよ。ナイツのディナーショーだからもう何でもいい、うん、何でもいい、要は白馬で登場とかしたい、ね、ちょっと飯食うところに馬はちょっとどうかな、じゃあ別々にしましょうどういうことなんだよ。ナイツの乗馬レッスンっていう、あー、そういうね、確かに騎士に、そう、騎士にちょっと特化した、騎士になっていくまで、あ、そう、騎士にみんなでなってみようみたいな、なるほど、そうね、うん、じゃあ甲冑着て、あ、違う違う、もうちょっと厳かな、見られたもんじゃないのになるかもしれない厳かな、こういう、こういう方だよ、想像したでしょ、違う、これお金ちょうだいじゃないよ、うん、手取ってるよ、これ、うん、あ、お会計ですよね、違う違う、なんでお会計、なんで俺払わないか違う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 、なんか俺もなんか出しちゃってる昭和の出し方なんかそういうね、うん、ちょっと上品で、うん、格式高 い, い, い、ね、イベントができた、良いな、うん、なんだろう、俺はまあ本当に夢物語ですけど、うん、これに尽きるなと思ってるのはずっと考えてるんだけど、うん、ジャッジメント映画化、はぁ、映画化、うわ、やっぱアニメ、まあむしろあんだけユニットがいて、うん、でメインストーリーっていうのをちゃんと描かなきゃいけないじゃないですか、うん、その中でも1話をジャッジメントでいただけたっていうのは
っと嬉しかったんです。すごい確かに ね, ねすごいああそうかそうか、ね、トリックスターがほとんど出てきなくて、うん、もうナイツメインみたいな感じで描かせてもらって、うん、ありがたくて嬉しかったなと思って、でこれをジャッジメントって本当はもっとすごい長いじゃないですか、うん、だからあれをもっとこう広げてこうね映画化になったら嬉しいなって思ってるんです実は、うん、確かに最後までアフレコの時俺いなくてすげえ寂しかった。そうだお前だけだ別グループラインで聞いたもん俺、うん、みんなこの日 いるよねみたいな、うん、俺いないんだっつってすげえ悲しかった記憶あるんだよな、うん、そう揃ってねじゃあやりたいよね揃ってやりたい揃ってやりたいな、うん、なんか来たもんありますか未来え？だ乗馬なんだろう体動かす系なんだよあとなんかプライベートなことで言うと、うん、こいつ忘れてるんですよ、うわ来たぞ覚えてる？いやちょっとわかんないちょっと思い当たる節がないちょっといいですかパンチグーでパンチあのナイツ9人で集まろうって、はい、もう3年前ぐらいじゃない言ってた言ってた本来であれば10人なんですけど、うんね、舞台も、ね、ゲームもアニメも、ね、キタムだから9人でね、うん、集まってなんかやりたいですね、うん、いやそれは頑張ります、うん、北村幹事が北村が、うん、はい幹事北村が幹事北村逆にしただけじゃん何なの本当頼むよいやそういやこれやらなそういやなんでだろうな気が乗らないの嫌なやついんのいや全然会って喋ってる時はやりましょうっつってもう今すぐにでも俺連絡しますわって気持ちになるんですよ、うん、お家帰ると忘れちゃう、うん、なんでだろう やりたいなっていう気持ちは山々なんですよ、うん、山々なんですよとか言うとやらない未来になっちゃうからやれややります、うん、じゃあ分かったやります本当にやりま ますいつの日かね、うん、9人揃った写真がいやそうですよ壮観だねあ、うん、げたいね、うんうん、あげたいじゃないですだからあげますはい、はいじゃあ肉寿司たちはどんな未来を思い描いてるんですか、うん、ナイツでこれからやってみたいことだそうですおフューチャーナイツですフューチャーナイツ言い慣れてないね英語ってたくさん言うキャラちょっと駒田先生がいなくて駒田先生がいないと何もできないのとっさの英語はなかなかエルドワールの難しさなんだろうな今までなんだろう他の人がやってていいなと思ったのはなんだろうまた別のチームがあったりするじゃんえん？ないありますよねとかでとはまた違うのかなまあデュエットあーそういうことかそういうことこういうそういうことよそういうことかちょっと理解して頼むよそうデュエットだからそのナイツ内でも2人だったりとか3人、うん、今日のこの2人でもいいですしはいそうですね臨時ユニットってことですね臨時ユニット臨時ユニットってことですよそう全然下回る臨時ユニットって感じですよってそうそうそういうことですよそういうことです、はい、臨時ユニットあいいですねそれはそうでねなんかデュエットみたいなのとかできたらいいななんてずっと思ってるし意外と言ってるいろんなとこで言ってるずっと言ってますよね意外といろんなとこでオーディオコメンタリーとかでもバンバン言ってるけどもまだねちょっと5周年じゃ足らなかったかって確かに5年言い続けてもまだかなまだ足りなかったちゅうことでねこれから以降はねデュエットとかねいろいろねできたらいいななんて思ってますそうですね臨時ユニットだったりとナイツ内のメンバーでもいいですしナイツ街頭のシャッフルユニットみたいなねのとかもできたら面白いだろうなって確かに思っちゃうでそれこそお話も本当アンサンブルフューチャーアンサンブルスターフューチャースターズになったんでゲームも新しくなってそうだ、ね、話も進んでだから今後でやっぱりそういう展開も増えていくんじゃないかなって思いますし、うん、そうだねエピソード的にも事務所に所属したメンバーたち、はい、そうですそしてリーダーになったリーダーになっちゃいましたよこれがリーダーになった末っ子がそうですどうですかリーダー末っ子ですそうですね未来のリーダーいや未来の、ま、いやでも未来なのかもう現代なのか分かんないけどナウのナウリーダー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 ナウなリーダーナウなリーダーねい
やそうですね、うん、いやどんなユニットナイツはどんなユニットにしていきたいですかリーダー、そうやっぱり今までのナイツも残しつつさらにもっと違う部分新しいところも取り入れていって、うん、でそういうやっぱり変化を恐れずにいいことを言い出したぞ変化ではなく進化し続ける騎士たちそれっぽいこと言ってるぞナイツっていうのをこれからやっぱり応援してほしいなとは思いますな一言英語で言うと一言英語で言うとさっきまでかっこよかったのに突然土だれように戻ってきた末っ子感そうですねエンドレスエンドレスナイツエンドレスナイツいいね、yeah. 無限大だね夢は無限大ですよ無限大っていうのが全然浮かばなくてインフィニティインフィニティインフィニティナイツ新しいナイツの形ですかそれがフューチャーナイツインフィニティトゥインフィニティナイツ言えば言うほどダサくなってる言えば言うほどよ重ねれば重ねるほどダサくなってるからいやいやいやいいねでもなんかそんな感じでなんかもうアットホームなナイツでありつつステージに上がるときは誰よりもかっこよくそしてインフィニティな感じでこれからもね未来も輝き続けたいなってそんな風に思いますね本当はいつまでも喋っていたいんですけどそろそろ閉めろと言われましたので、はい、いつまでも喋ってんじゃねえよって言われましたナイツはい最後に、アンスタ5周年のテーマはスマイルということでナイツから転校生じゃなくなったんですよ転校生改めプロデューサーの皆さんへスマイルな感謝の言葉を送りたいと思います大輝、礼よ転校生、そしてプロデューサーの皆さん5周年本当に応援ありがとうございますいや皆さんのおかげで僕もリスと一緒にそしてナイツと一緒にここまで来ることができましたいやもう本当にですねなんだろうな最初のうちはもうねなんかどんどんどうなっていくだろうとかちょっと不安もあったんですけどもうなんか全然もうそういう不安とか一切なくて今はどん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 なんか最前線でなんか走り抜けていくそんなコンテンツになっていってるなっていうのも思いますしあとそれだけ期待されているコンテンツでもあるので今まで以上に僕自身もキャラクターと寄り添ってよりなんか愛を持って演じていきたいなって思いますので皆さんもこれからも愛を持ってキャラクターと寄り添っていただきたいなって思いますし、応援してほしいなって思いますなのでこれからも一緒に、ナイツの応援そして佐久間律の応援よろしくお願いしますというわけで佐久間律役の山下大輝でしたはい、そうですねマスター5周年ということで皆様の笑顔の糧になれているのではないのでしょうかと思いつつもすいません笑い入ってます笑い入ってますだって片言の英語みたいになってんだもんいやでもそうですねこのアンサンブルスターズ5周年ということでそしてさらに話も進んでいきそして作品ナイツもそうですけどこのアンスタっていう作品自体もどんどん未来にいやもうダメだフューチャーがそう未来に続いていってるなっていうのでそれはやっぱり応援してずっと応援してくださってるお姉様たちのおかげだとも思いますしでそしてそれに期待に応えれるよう頑張ってるキャスト陣ちょっと自分で言うのもあれですけど我々も頑張ってますしそのなんていうかその皆さんの声に応えてそしてなんて言うんでしょうね相乗効果 で作品自体もすごく良くなってってるなって思いますなのでそうですね今後ともその感じでナイツをそして須尾司をそしてアンサンブルスターズをよろしくお願いいたしますあ、須尾司役の土田玲陽でしたスマイルということで
はい、長い間、ご愛顧本当にありがとうございます。皆様のおかげでこうして、アンサンブルスターズも未来に進み出せたということでですね、これからも、皆さんにですねたくさんいろんなスマイルと、嵐ちゃん的にはですねハッピーもお届けできたらなと思っていますので、これからも末永くよろしくお願いいたします。以上、鳴上嵐役の北村亮でした。はい、今まで長い間本当にありがとうございます。そしてこれからの新しいテーマがスマイルということでですね、我々ナイツ騎士の役目はお姫様を笑顔にすることだと思いますので、これからも僕たちナイツは皆さんのために、いろんなコンテンツ頑張っていきたいと思いますので、これからも末永くどうぞよろしくお願いします。瀬名泉役伊藤正美でした。ありがとうございました。転校生改めプロデューサーの皆さん、長い間愛してくださって本当にありがとうございます。スマイルはスミレとも読めると思うんですけれども、まあ、ナイツはどちらかというとユリの方がイメージあるかと思いますけれども、スミレの花言葉さっき調べました、ナイツのカラーである白だと純潔、青だと愛情だそうです。これからもナイツは、純粋に皆さんに愛情を届けたいと思っていますので、これからもナイツとそしてアンサンブルスターズをよろしくお願いいたします。月永レオ役の浅沼慎太郎でした。以上、ナイツでした。バイ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 